日高隆は日本の海洋物理学者である。弟は歴史学者の飛行士基地。1903年に宮崎県宮崎郡広瀬村で出生。第7高等学校増資官卒業後、東京帝国大学理学部物理学科に進学し、1926年に同大学を卒業。その後すぐに中央気象台に入庁、海洋気象台で勤務した。 この間、点灯温度計に関する日高公式を作成した。1934年に、故障の振動及び海流に関する海洋物理学的研究で理学博士、同論文で帝国学士院から学士院賞を受賞した。1941年、他の日本の海洋学者らと共に日本海洋学会を設立し、 自身も1948年から1966年まで同会会長を務めた。1942年に東京帝国大学理学部地球物理学科の第一講座教授になった。終戦直後、青年たちが米兵がもたらした自由を無批判に受け入れることを恐れ、国際的に通用するマナーを青年に身につけさせるための社交上を発足させた。 この社交場は、日高パーティーと呼称された。その真意が理解されず、結婚相談所と誤解され、学者の本文を忘れているという批判もあった。なお、日高本人は3度結婚しており、最初の妻は病で実家に戻り、2度目の妻は病死、3度目の妻が津屋子である。1962年、東京大学海洋研究所を創設し、初代所長に就任。 その他、東海大学教授などを歴任した。1966年、数々の海洋物理学に対する功績に対して、日本人として、初めて、海洋研究最高の賞モナコ大公アルベール一世、記念メダルを受賞した。1984年8月15日、脳梗塞により死去。去年80歳。ありがとうございます。